私たちにだって使命がある。張り切っていこう。聞くといい。行くよ。どう？変わってますね。私の番で一気に決めるわ。ミレリー、それは賭けかも。行け。遅いわ。お、バイブス上げるぜ。あ、行くぜ。いいのつけた。遊びは終わりよ。行くわ。たるんだ。踊りなさい。どうするつもり？ You know? あなたの判断に任せるわ。じっくり行くよ。手応えあり。ああ、普通の邪魔をしないで。突撃。あれ、そう寝るのかな。かわいい。あ、寝た。じゃあ睡眠が効くんだ。遊びは終わりよ。よーし、フォローしなさい。弱点見てみっか。じゃあ天気はナイスよ、リンゴ。好きでしょ。頼んだよ。消えなさい。あ、火炎弱点か。だから絶対に倒してみせる。よーし、これでデータ適合。じゃあじっくりいくよ。狙い通り。なるほど、これで攻めて。後悔したの遅いね。寝てればそういえば終焉の光来ないのかね。覚悟しな。お、どうする。期待できそう。リンゴ、任せてよ。ミレリー、手応えある。悪くないな。行く。頼んだよ。ここはあなた。待て、全て焼き尽くす。あー、ちょっと3取れる。邪魔をしないで。クシッ。もう一回眠らせられれば。あ、いいな。覚悟しな。うわー、減るな。相変わらずバイブス上げるぜ。シェケラ。私たちなら勝てる。今は耐えるわ。終焉の光、仕方ない。守りに回ろう。やらないよね、さすがに。イルのスキルで速攻キール。本気で見せる。俺が RX。 まさか、これで私が。クソ強え。フィグ、ごめん。かっこいい RS。遊びは終わりよ。行くわ。あは、地獄の豪華に焼かれなす。痛かった。やることは分かってるわね。You know? 聞くといいけど。ゆっくり行くよ。はい。後悔しても遅いよ。突撃。 So what? 良い良い。これ攻略もなんじゃないか、もしかしたら。4ターン目であれか、あれ使うか。負けられない理由。よーし、溜まってないんだけど。よーし、それがいいわ。そこよ、リンゴ。わかれ、じっくり行くよ。だよね。いけるわ。ここはあなたに。相性すべて焼き尽くす。いい反応に。した。後悔しても遅いよ。パワチャしたらあれだね。てかアクセラレーターしてないじゃん。私は焼かせないで。それで狙ってわ。リンゴ、痛かった。張り切ってレーター。これならどう？手応えある。後悔したの遅いよ。あ、いいね。来るべ。直す。そういうやつ。リズムに乗ってけ。安い安い。やることは期待できそうね。やることは効果的ね。待てよ。じっくり行くよ。大ダメージ。手は焼かせないで。すべて焼き尽くす。よっしゃ、あれ行く。これで後悔しても遅いよ。突撃。これかな。ああ。So
ない？あーなるほど、勝ったじゃでもやっとくか、一応ね。私の番よーし、成長する必要よ、ブースマン。行くわよ。倒せなかったらやだし、一気に決めるわ。どうかしたわ、やってよミレディ。残念ね。ああいくらでも相手になるわ。オッケー、強かったぜ。はい、トーテムメモリー適正体 RS。 じゃああれか、ボスのとこ行きますか。36クラマテングね、行こう。やることは分かってるわね。そうだな。どうしよう、これいけんのかな。タルンダかけるか。いくぞ。変わんねえんだ。強いぞ。やるか。警戒しろ。サイゾウ。ビビッとくるぜ。それでいくのか。この程度。オッケーオッケー。いいじゃない。好きでしょ。試してくれるか、ミレディ。いけるかな。はあ。なんだよ。ああなるほど、そっちにと。やることは分かってるわね。よーし、これはでも最初特感するタイプ。やってくれるか。こいつは効くよ。とどろけ。こいつはいけねえ。オッケーオッケー。さあ宴の時間だよ。よいよい、少し本気を出しましょう。獣か。一休み一休み。助かるけどね、こっちとしては。勝てるぜ俺たちならな。了解。どうするつもり？帰るか、どうせなら。それは助かるな。電撃普通に通るから。え、ちょっと待って、活躍の場を設けるか。いける。攻勢に打って出る。私たちなら勝てる。頼んだよ。ドゥリニア、それがいいわ。今だよ、指示に従う。こいつは生きねえ。よーし、期待できそうぜ。サイゾウ、片付けてくれ。どんな気分だ。ナイス、張り切っていこう。いけるぞ、リンゴ。こんなにかやろう。まずはどうせやってくれるか。それはどうだ。しないで、アロウ。聞こえない。さあ、宴の時間だよ。え、どうしよう、これ、これ。食らいつくぜ。選びた方だったな。いい。まあ防御か、寝ないよ。一休み、一休み。え、これ無限じゃん。永久ですよ。あ、そっか、この獣の弾頭永久だっけ。いつも通り。了解。効果的に行こう。もちろんだ、リンゴ。やったぞ。全員電撃でもいいけどな、まず。どうするつもり？およ、期待できた。ビビッとくるぜ。やりやすい。やる、行こう。それは効きそう。リンゴ、あなたが倒して。この戦い、やっちゃう、マジで。必ず勝て。私の番。世話やかせないで。さすがにいいや。倒せないけれど。おっと、宴の時間だよ。食らいつくぜ。ダメージ受けてる。せっかくだから、ね、これ好きなんだよな。ぐるぐるぐる。よし、終わらないで。召喚で一旦使ってくれ。一休み一休み。せいせい。生きやすい。生きやすか。やる。
冷やすのか。強いぞ。警戒しろ。カタパタすごいよ。これ無限の進行だ。どうするつもり？それがいいわ。サイゾー、やっちゃえサイゾー。うわ、いい反応が見れそうだ。それいいね。いい反応が見れそうだ。サイゾー、やってちょうだい。最近ね。さすがそうだ。それがいいわ。かませ。必ずください。言われるまでもない。心強い。いいじゃない。好きでしょ。どう攻めようかしら。消えなさい。敵さんもビビってそこだぜ。リンゴ、これはどうですか。8ですけど。宴の時間だよ。くすいっている。食らいつくぜ。発影や。悪くない戦いだった。いいもん見れましたね。やるでしょ。お、いかんか。やったわ。この子たちせっかくだから全部覚えさせたいな。でも枠がな。町の明かりのもと繰り返される日々の営み。世界は美しいね、ミレディ。壊してしまうのに。だからこそさ、やがて壊れてしまうのが分かっているから、たまらなく悲しくて美しいんだ。今夜は一段と素敵じゃない。でもあなたが高ぶるのも無理はないわ。いよいよ C 計画が本格的に始動するんだもんね。ああ、待ち望んだよ。焦がれていたと言ってもいい。この時のため時間も人材も費やした。ファントムソサエティの幹部となり仮面をかぶるようになって、そして君という最高の懐刀を得た。オッシムラクは大いなる存在の降臨に君と一緒に立ち会えないことだよ。そのことはもういいの。私は自らの体内にコベナントを宿している。あなたの計画のために命と共にコベナントを捧げることは定められた運命。あなたの手で終わりを迎えるその日を私は心待ちにしているの。ああ、美しいね。そして悲しいね。君も他には誰なのかしらね。レイブンのことは違う。 あまりからかわないでくれよ。ごめんね。そうやって困ったあなたを見たかったの。うん。君は僕の記憶の中で生き続けるつもりかい。いいえ、死んで永遠になるわ。記憶の中でだってきっ
っと人は生き続けられない。現に私は両親の顔すら覚えていないもの。それなら、あなたを愛したこの一瞬を、そしてあなたの手で死ぬその瞬間を強く焼き付けたいの。いつまでも消えないように。その後のあなたのことなんて知らないわ。とんだエゴイストだね、君は。お互い様でしょ。踏み込んでくるじゃない。ミレディの魂が私にこれを見ることを許可したんだよ。ま、そういうことにしておくわ。二人はこんな感じで過ごしてたんだね。ちょっと意外。どういうところが？うん、思ってたより雰囲気が柔らかいっていうか、なんて言うんだろう、こういう風に普通に話すなんて想像したことなかったから。話くらいするに決まってるでしょ。悪党といえど生活はあるし、感情もあるのよ。対立していると向かい合っている一面しか見えなくなってしまいがちだけどね。ねえリンゴ、彼がどうして仮面をかぶってるのか教えてあげましょうか。そっちの方が秘密結社の幹部っぽいからよ。え？どういうこと？言葉通りの意味。彼にはファントムソサエティの幹部っていう役割があるでしょ。それに合わせた小道具を演出として身につけているだけなの。強いて言えば本音を隠せることが実際的な意味かしら。本当の彼は気弱で優しい人だから、いいカムフラージュになってるわ。気弱で優しい、あの鉄仮面が。私の人生は彼にコベナントを捧げることで、死ぬことで完成するはずだったの。今のビジョンを見た後でそれを言われると、さすがに申し訳なさを感じるね。不慮の事態だったとはいえ、断りもなくコベナントを回収しちゃって。まったくよ。と言いたいところだけど、もういいわ。もしコベナントを持ち続けていたとしても、もう私の望む輝きを見せることはないから。ん？だからもう気にしてたって仕方ないでしょってこと。今はただあの男に会うだけ。そっちの目標だったら心置きなく協力させてもらうよ。それにしても、死ぬことが生きる目的になってるのってちょっと異常だよね。言うまでもないけど、人間のありようとして矛盾してる。ええ、否定はしないわ。どうしてミレディは彼をそんなに？あの時の景色があまりにも綺麗だったから。あの時の景色？あの時の景色か。ん？自分の MP回復量上昇。あ、自身の MP 回復量。なんかアイテムとか使った時、物理アタックを除く物理で弱点をついた時。あー、でもこれはありがたいよね。意外とアタック弱点の敵いるからな。どうすっかね。これも悪くないのよね。うん、奇襲を受けづらくなり、これっすかね、とりあえず。ところで、うん、あー確かに。あー、なるほどね。
組み立て式とか。法力とか使えるんじゃないですか、まあ、一応。さてと、じゃあ次は斎蔵さん行きますか。いやなかなか面白かったっすね。 RS がやっぱ結構あいつ嫌いじゃないからな。